どうも、コヤットサーです。入江健です。今回は2022年12月に志布志市にオープンしたばかりのお店、麺屋白紙庵さんをご紹介します。マルチョンラーメン国部店の元店長が独立して創業したお店。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。はい、入江です。志布志のですね、銀座街に入ってきてます。車をですね、近くの、公共施設の駐車場に停めてます。今回はですね、志布志国部店の元店長の古庵さんがお店をされたということで、目の前にあります。行ってきます。 JR 日南線志布志駅から徒歩5分くらいのところにあります志布志市志布志麺屋白紙庵さんにお邪魔します。こんにちは。こんにちは。ご久しぶりです。開店おめでとうございます。ありがとうございます、はい、こちらが白紙庵さんのお品書きになります。今回この中から人気の味噌ラーメンにチャーシューをトッピングしました。しばらく待っていると着丼です。さあ、いただきます。着丼と同時に豚骨と味噌の香ばしい香りが立ってきます。まずはスープから。このスープうまっ。濃密でこってりとしたスープのベースに味噌のうまみと香ばしさに奥行きのあるうまさ。スープのベースは豚骨は原骨、背骨、豚頭、そこに合わせた味噌だれは米味噌、赤味噌、白味噌、田舎味噌をブレンドした秘伝のタレを使用。油は自家製背脂のみを使用。獣臭は全くせず、豚骨のエキスを味わえ、まろやかな舌触りのスープと味噌だれのバランスがいいうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺はマルチョンラーメン製の中太ストレート麺。この麺うまい。湯がく前に手もみして湯がく麺はスクエア形状で、表面はつるっとし、しっかりとしたコシともちもち食感。麺とスープとの相性が良く、手もみで縮れさせた恩恵でしっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと、麺のもちもち食感とともに転がるようなスープのうまみが口の中にじわじわと広がってきて、鼻に抜けていくのがわかります。めちゃくちゃうまい麺とスープ、じゃんじゃんバリバリすすっちゃいます。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープをすすっていき、白紙庵さんのこのオリジナリティあふれるスープうまいよねっていうことを再確認しながらスープを何度もすすっていき、その後はチャーシュー。いや、このチャーシューうまい。肉厚十分で脂身と肉質のバランスのいいバラチャーシュー。濃いめの醤油の味付けで素材の旨味とのバランスが取れたうまいチャーシューをもう一口パクリといただいた後は、そんなうまいチャーシューと麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、チャーシューの旨味、そして麺のもっちり感、スープの味噌の香ばしい風味とともに一緒にパクパクズルズルと楽しめて、これがうまい。次はこちらのメンマも一口でパクリといただけば、コリコリ食感でうまいメンマ、そんなうまいメンマももっちりとした麺と一緒にズルズルとすすれば、
メンマのコリコリ感とともに麺のもっちり感を一緒に楽しめてめちゃくちゃうまい。てなわけで、中盤から終盤に差し掛かったら、今度は海苔と麺を一緒に食べてみたり、メンマと麺を何回も一緒に食べてみたり、最後の一口の麺をすすってみれば、最後はスープにしっかり浸した味玉を食らっちゃいます。いや、これめちゃくちゃうまい。半熟具合がちょうどよく、味噌スープとの相性は抜群で、もう一口パクリといただけばスープを飲み干していきます。そんな麺屋博士庵さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。会員完食です。洋食店やマルチョンラーメンで修行された技術を応用して、全面にオリジナリティのあるうまい一杯に仕上げたフルワンさん。これからもこれをブラッシュアップされていくことを期待できるうまい一杯でした。わっぜ、うまかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。よし、ありがとうございました。はい、ということで、博士庵さん、めっちゃうまかった。こうなんか本当にこう豚骨の旨味がしっかり効いたうまい一杯でしたね。で、味噌と味噌だれとその豚骨のバランスっていうのもすごく良くて、そしてそれがしっかりね、麺にも絡んで口まで運ばれて、本当に美味しい一杯でした。ぜひですね、こっち渋谷の方に来られた際は博士庵さんの方にね、食べに来てもらえればなと思います。それでは参ります。うまい。いや、あ、本当にこれしっかり豚骨を生かしてますね。そうです、味噌っぽくないけど味噌。そうそうそう。だから癖になるし多いらしいです。あ、これあるかも。だから味噌ラーメンのその嫌いな人が好きになる、うん、あ、味噌っぽくない、うん。